こんにちは。発見のサムヘルマット丸山でございます。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。先週から熱い映画が公開しまくってるっていうね、ところで、人知れずね、週2投稿になってるんですけども、来週ぐらいまでね、週2でやっていこうと思ってます。はい。お付き合いください。今回はですね、アラビアンナイト見てまいりました。前半ネタバレなし、後半ネタバレありで、またやっていきます。はい、アラビアンナイト監督はジョージ・ミラー大先生でございます。はい、僕が大好きな、マッドマックス怒りのデスロードの監督ですね。めちゃめちゃ気づいてる人いると思いますけど、ここね、マッドマックスのポスターがあったり、マッドマックス関連の本もなんかいっぱいあったり、めちゃめちゃ好きなんですよ、マッドマックス。僕を映画にのめり込ませる一本だったんですけども、マッドマックスを撮った監督がですね、次に何やるんだっていうところで、やっと新作がやると、見てまいりました。アラビアンナイトですね。面白い。なんだこれ。って感じですね。で、まあ話としてはね、結構なんだろう、かなり偶話的な話になってます。やっぱね、そういう話得意ですよね、ジョージ・ミラーは。マッドマックスもね、かなり偶話的。で、ベイブもそうだし。で、ハッピーフィートも言っちゃえばそうかもしれない。まあジョージ・ミラーが、まあやりたいことなんでしょう、やっぱり。はい。っていう感じがね、すごい伝わってきますね。かなり歴史ものだったっすね。まあでもそんなアラビアとかあの辺の話、全然知らないですけど、ベルセルクでちょっと出てくるなぐらいの感じのイメージですけど、僕は。なんですけど、まあ普通に楽しめましたね。だし、いろんな話、いろんな時代の話が出てきます。これもまたね、一本の作品でこんなにいろんな時代を描くのかって感じで、ここも面白いポイントでしたね。で、ティルダ・スウィントンが主演で、物語論者、魔人役、イドリス・アルバでございます。まあ、二人ともね、神と天使の役をやったことがある。ティルダ・スウィントンはね、コンスタンティンでね、ガブリエルの役をやってましたね。まあ、やっぱね、人間の役ってよりは、なんか、天使とかね、性別があんまりよくわかんない中性的な人を演じるのがすごくハマる人ですね。今回もなんかね、学者さんの役なんですけども、すごくハマってますね。なんか、やっぱね、人間界にいないような人なんですよね。なんとなく、この劇中の人物も。っていうところで、やっぱ、合ってます。はい。っていう感じですね。で、イドリス・アルバですけども、まあこの人、そうでね、門番の人やってましたね。願いを3つ叶えてくれる魔人。まあよく、日本ではおなじみなジーニーとかね、いますけど、まあその2人がね、基本的には、主演でいますという感じでございます。で、今回ね、なんでしょう、物語についての物語っていうね、かなり、なんでしょう、まあ入れ込んだ構造ですね。はい。なんですけども、普通に引き込まれます。物語論者のティルダ・スウィントンの前に、3000年生きてきた。もういろんなものを見てきたイドリス・アルバですね。この魔人が出てくる。そしていろんな話を聞かせるっていうね。入れ込んだ構造が面白い。っていう作品ですね。で、結局なんでしょうね。まあ物語って何なんだ。なんで僕たちはこう、ストーリー、物語に惹かれるんだっていうのを考えさせる作品になってます。まあそういうのを意識して見てもらえたらいいかなと思います。今回もマッドマックスの時にあったような演出がね、ちょろちょろあったりしてね、それもワクワクしますし、あとはね、ルックですね。色使いがね、とてもカラフル。すごく見てて楽しい作品でもあります。まあ、カラフルだし、明確。すごく演出の意図として色がかなり配置されている作品になってますね。っていう感じで、こっからはネタバレありで話していきたいなと思います。冒頭、いきなり現代を昔話風に話すっていうね、ここがまずちょっと面白い。面白いっていうか、かなりユニーク。ユーモアがあります。このセンスね、こういうセンスがね、ほんと気持ちいいですね、この監督。鉄の塊に乗って、みたいなね。言い回しをちょっと変えるだけでこんなにワクワクするんだっていうのはね、感じましたね。で、ティルダ・スウィントンが空港に着いて、まあ、俯瞰のバックショットの広い絵みたいなのが入るんですけど、ここのね、色がもうすでにうまいですね。ティルダ・スウィントンだけ、なんかピンクチェックみたいなコートを着てて、まあ、周りの人はグレーとか黒みたいなところで統一されてる。で、バックショットなのに見せたいポイントですね。ここがちゃんとしっかり、意図されて置かれてるっていうのがね、すでにうまいですね。まあ、小人が出てきますよね。この小人の出てき方ね。これがまずもうね、めっちゃマッドマックスうわマッドマックスみたいな演出来たと思って、もうかなりワクワクしましたね。で、なんか講習みたいなのやりますよね。ここで結構この作品に関わる重要な話をしてましたね。まあ神々はなんか天才だったり、その当時の人間が理解し得ないもののメタファーとして神だったり物語、まあ神話みたいなものがこう、まあ、そういうものがあってできてきたんだよっていうのをここで語られまして、科学的に解明されていくと物語っていうのは役目を果たして終わってしまうんだみたいな、そういうテーマというか、そう語られるというのがここであります。ここかなり重要な話になってましたね。で、イドリス・アルバのジンが出てきますね。ここのね、出てき方ね、かなり面白かったっすね。このね、電動歯ブラシでジャーってやっちゃうっていうね。現代の文明の利器で開けるっていうね。今こういう寓話のおとぎ話的なものをやるならこうなるよねっていうのがあって面白かったなと思います。最初はジンが出てきてね、めちゃめちゃでかいっていうね。でそれでなんかちょっとカルチャーギャップものみたいなところもありましたよね。このテレビってなんだみたいな。あとなんかパソコンからこの情報を得る時の Mac の起動音がめっちゃ鳴るみたいなのもなんか、気が利いてるなと思いましたね。でそっからね、ジンの昔話というか、ジンが体験してきた物語を聞かせていくっていう展開になっていきますね。はい、でこっからね、ほぼずっとこの2人はホテルから出ないっていうのがまた面白い、構成だなと思いますね。そうだから回想シーンでほぼほぼできてる映画っていうのがまたこの結構面白いですね。こういうのはあんまなかったと思いますね。で、まあ、まずソロモンか。ソロモンのなんでしょう。王が持ってる楽器ね。なんかよくわかんない楽器とかめっちゃ得意ですね。ジョージ・ミラー。何これみたいな。普通にここの4弦だけの楽器かと思ったら、まあ、ここにちょっとハイポジの高い音が出るのがついてて、で、なんか太鼓も出てきてみたいな。こういうね、すごくワクワクしますね。マッドマックスに出てきたエレキギター専用トラックみたいなの出てきましたけど、そういうね、なんか、突飛な発想。こういうのすごくワクワクします。面白いです。はい。で、まあ、この辺はね、結構色が少ないんですけども、でオスマン帝国にね、行ったあたりかな。あの辺ぐらいからね、すごくカラフルになるんですよね。こういう色の足し引きっていうか、演出の意図がちゃんとある色の使い方は本当にうまいですね。てか、なんならマッドマックスではほとんど色を使わなかったと思うんですよね。まあ、灰色、青、黄色ぐらいの感じだったんですけども、今回はすごいカラフルになってて、まあ、明確な違いをね、作ってやってるってところが面白い監督だなとやっぱり思いますね。あとあれ壁に瓶が埋められちゃうじゃないですか。瓶から見てる時代の流れる感じがね、すごく面白い。なんだろう、足場にされちゃったりね、壁に埋め込まれちゃったりとか、なんか、なんだろう、主要人物は出てこないのに、時の流れをすごい感じるっていうね、このモンタージュとして、うまいです。ジンの話が一通り終わって、アリシアの、まあ、願いの話になってきますよね。ここでジンと共に愛し合いたいみたいなね、願いになっていくんですけど、ここはね、ジン自体がまあ物語のメタファーですよね、完全に。っていうところで、物語にやっぱり魅了されてるってところですね、アリシアが。っていうところで、やっぱ物語と共に、まあ、生きていきたいっていうね、ジンの一通りの物語を聞いて、まあ、物語っていうもの概念に、さらに取り憑かれたのかなという感じですね。で、ロンドンに戻りますと。で、ロンドンに戻ると、またちょっとどうでもいいとこですけど、隣の家の人がね、マッドマックスの砂漠の女たちの種のおばあちゃんが出てくる。マッドマックス好きには嬉しい出演だったなと思いますね。で、まあ、ここから自分たちの話を紡いでいくっていう感じになっていくんですけども、まあ、ジンがね、消えそうになると。まあ、これは冒頭にあったね。まあ、科学が発展したことによって物語の必要性がなくなっていってるっていうところで、ジンが消えそうになってるって感じでしたよね。で、一回、それでジンはね、一回消えちゃうんですけど、その後にね、まあ、時間が経過していくカットが何カットかありますね。そこで急にね、マスクしてる描写が入るんですよ。まあ、これ完全に意図してますよね。そこまで一切なかったですからね。で、その後に、ジンが帰ってきて、二人が歩いていって終わるっていうところで、やっぱコロナ以降の映画なんじゃないかなと思います。映画とか、まあ、創作物がコロナによって、まあ、結構死にかけたというのをやっぱあると思うんですけども、それでもやっぱり、俺たちって誰かの話聞きたいじゃん。誰かのストーリー、に興味があるし、いろんな映画見たりドラマ見たり漫画読んだりしたいよねっていうところで、その決してやっぱり物語ってなくならないよねっていうね。まあ、どんなに科学が発展したとしても、やっぱ人は物語ストーリーが好きなんだよっていうのを伝えたかった作品かなと最終的に思いましたね。で、やっぱりこうなんでしょう、ジョージ・ミラーなりの映画参加な作品かなという気がします。はい。やっぱ最近こういう映画多いですよね。バビロンもそうですけど、この前インド映画のエンドロールの続きだっけ？それもね、映画参加な映画だし、今度やるスピルバーグの新作もそういう映画ですよね、多分。っていうところでね、やっぱコロナ以降っていうところでやっぱね、作り手たちみんなね、自分とか、自分の仕事とかね、向き合う時間がすげえあったんだろうなっていうのをやっぱ思いますね。自分を見つめ直して、結局自分って何が好きなんだろうって思った結果、こういうのが最近出まくってるっていうところで、これ結構面白い現象だなと思います。次回はですね、来週になります。スピルバーグの新作フェイブルマンズ。で、もう一本、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス。来週もぶち上がる2本になると思います。はい。ぜひ皆さんお付き合いくださいと甘噛みしておりますが、こんな感じで終わりたいと思います。皆さんのアラビアンナイトのね、感想も良ければコメント欄でお願いしております。はい。そんな感じで、良ければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまたお願いします。